はい、静電気実験。風船をこすると静電気が起きてます。押してる証拠に髪の毛をつけてみましょう。ちょっと女子のジングさん来てくれる？じゃあ頭、感じを元に持ってきてくれる？じゃあ静電気起きてるかな。3、2、1。おお立ってますね。静電気よく起きてます。もう一度3、2、1。おお起きてるね。これ面白いのはこのままにしてもちょんまげってひっついちゃいます。お辞儀しても落ちません。はい、起きてることがよくわかりました。ジングさんありがとう。よし、ではね、電気クラゲを挑戦してみましょう。電気クラゲね、これ荷造り紐をこう裂いてね、結んで裂きます。で、なるべく触らないようにするのがコツです。で、これをテーブルの上に置いてこう広げたら乾いてる布、マフラーで擦ります。擦ると紐も静電気が起きて机に張り付いてきます。ほら、張り付いてきた。足が絡まないように丁寧に擦っていきましょう。ちょっとよし、こうやって全部を擦ったら完成。紐にね、静電気をしっかり起こすのがコツだよね。では風船も擦っていきますよ。素早く持ち上げます。3、2、1。ほっ、で風船近づけると、おお、ほら、空飛ぶ電気クラゲの出来上がり。離すと落ちてくるけど、近づけると、おお、すごいね。あとね、クラゲお手ができます。一瞬ですよ、見ててください。クラゲくん、お手もう一回、クラゲくん、お手。おお、クラゲくん、おっと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 、静電気が弱くなってきたけど、大丈夫。待っていた、かかられた。静電気持ってるからひっついてくるんだよね。電気クラゲ面白いね。ちょっと難しいけど、みんなも頑張ってやってみてください。さあ、電気コップの作り方です。これね、電気コップなんですけど、この作り方がね、大切なの。これきれいに巻くわけで、この上をちょっと開けてね。 ではね、どうやったらきれいに巻けるか。こんな風にプラスチックをまず切り取って、その型にします。で、これをね、アルミ箔の上に乗せて、まあ、こんな風にほらマジックでこう型を取って、その通りに切ります。綺麗だね。これをコップ上から 1、2センチ開けて、綺麗に巻きつけてセロハンテープで留めると、まあこんな風になるわけです。で、2つ重ねて、間に電気を通すを折り曲げたアルミを重ねて間に入れれば完成。じゃあ電気を食べていきましょう。ジャイアン、はいはい、今からね、ちょっと静電気実験するから。あ、そうですか。ちょっと持ってて、持ってて。僕はね、うん、持っててよ。じゃあ静電気のため方です。風船をこすって、しっかり静電気こう起きてるよ、はいはい、この風船をこの棒に近づけますよ。パチパチ言ったでしょ。おお、風船の静電気がこの棒を通してコップの中入ります。おお、言ってる言ってる。コツはこすってたら、この全体に静電気が起きてるから、先端から根元までこう送り込むの。全部ね。そう、よくある間違いね、これ。これね、ほとんど静電気入りません。こすったら近づけて送り込む。こすったら送り込む。今5回分ぐらいかな。6、7、8、9、10。今ね、10回分の静電気が溜まったはずです。結構溜まりますね。じゃあ溜まってるかどうか、じゃあもう片方の手でこう触ってみてくれる？いくよ。3、2、1、どうぞ。あプチって言って、来た。楽しいでしょ。楽しい。今10回だけど、これをさ、20回、30回したらどうなると思う？やばいね、これ面白いでしょ。これね、一人じゃなくて、何人も手をつないで、10人でも20人でも50人でも手つないで、この実験できるわけよ。おー、じゃあみんなで共通の体験ができるってことですね。そう、面白いね。やってみてください、電気コップ。よし、では次はね、電気帽子。電気帽子、これをかぶるともう静電気溜まってるかどうかがすぐ分かるわけ。あ、そうなんですか。うん、でジャイアンは一応ね、静電気逃がさないように今発泡スチロールの台の上に立ってるよね。はい、はい、立ってもらいました。では電気帽子をかぶってください。かぶる、ね、うん、はい、はい、今紐は下に垂れてるよね、はい、まあ、静電気はね、何も止まってないから。じゃあ今から静電気溜めていきます。はい、ではジャイアン、ちょっと手出して。はい、はい、では風船をこすって静電気を起こしたら、この風船をジャイアンの手に近づけます。プチプチって言って静電気がジャイアンに入ってきます。すると頭どうなった？
ほら、芋がだん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 立ち上がってきたよね。もうね、ジャイアンに徐々にもう静電気が溜まってきてる証拠で、街でこんな人見たらね、もう近づいちゃダメだね。マジで危ない危ない危ない。おお、いい感じ。送り込めば送り込むほど帽子がね、芋が立ってきました。まあまあ、じゃあこの辺でいいか、まずはね、はい、じゃあこの状態で電気通りやすいものに触るとどうなるのか。じゃあちょっと助手の神宮さん、ちょっと来て。じゃあちょっと手をグーにしてくれる？で、ジャイアンさ、うん、助手のお姉さんの手に触ってみてください。いきますよ。ここね。3、2、1、はい。あー頭見た、頭忘れた。で、プチって言って、ジャイアンに溜まってる静電気が一気に流れたわけ。はい。で、だから、もうジャイアン静電気ないから、頭も触った。ないのね。溜まった状態で触るとどうなる？パチンっつったよ今。そうそう、だから溜まった状態でドアノブとか触ると今みたいにパチッてくるわけ。それが痛いのね。そう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 。だからこの帽子があれば自分が危険かどうか分かるでしょ。見えないんだまあそれはあるけどね、うん、じゃあ安全な逃がし方。あ、逃がし方、うん、一気に逃げるから痛いの。おうおう、徐々に逃がせばいいわけ。徐々に、ね、うん、じゃあちょっともう一回やってみるよ、はい、じゃあまず溜めます。またやるの？やろう。溜めていくよ、うん、よし、立った。どんどん溜めます。じゃあ立ってきた。立った。オッケー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 。あ、いいよ。よし。はい。では電気をわずかに通す紙。紙。紙とか木とか皮で触るわけ。うん。じゃあジャイアン、うん、これでどれ触ればいいの？うん。するとほらシューって頭が落ちてきたでしょう。電気に逃げました。はい。痛かった？いや痛くない。痛くないですよ。そう。ゆっくり逃げると痛くないの。へえ。いきなり逃げると一気に逃げると痛いわけ。うん、じゃあ最後ね、もう一回。まだやるの？まだやる、まだね。じゃあ、溜めて、溜まりまし。あ、じゃあさっき紙だったよね。紙だった。じゃあこのアルミ箔で触るとどうなるかも。これ、金属でしょ？どうなるかな？ちょっと、助手の神宮さん、ちょっと持ってくれる？ね、そこは助手の神宮さん。そうそうそう。じゃあ、じゃあ、持ってみて。3、2、1、はい。あ金属は電気通すから、あ、一気に流れちゃうわけ。それでビーってくるんだよね。電気人間、面白いね。面白い。皆さんもやってみてください。